久保さん、今回豆にしましょうか豆豆って面白いですよね種なのに食えるっていうね種ですよね豆って <laughs> まあ生卵もひよこ原型はひよこですよねひよこのあれなんだけど食ってるっていうねうん豆ね豆に何かをやるっていう何か言葉もありますけどなんで豆豆豆豆豆豆 <laughs> 日本語って難しいですね あの人はマメですねみたいなね食えんのかみたいなね <laughs> それ食えんのかみたいなねそうまああのマメにできるっていうのはマメにできる許容範囲だからですよ例えば100万人のサポートをマメにできるかっていうと無理ですね不可能です一人で一人で <laughs> そもそも一人に対して1時間のサポート対応したとするじゃないですか寝ずにやっても2 24人しか対応できないんで どうですか ?100 万人いたら無理ですよ。まめになんかできないですよ。うん、だから僕がその久保さんとのやり取りをまめにできる <laughs> 理由って時間にゆとりがあるから。じゃあ何で時間にゆとりがあるかっていうとサポート人数が少ないからです。単純に <laughs>。久保さんがおっしゃる通りであの人数が少ないとそれだけの時間をかけられる注げるってことなんですね。うんだからそのどっちのメリットを取るかですね。 うん、まあ僕は有名人でもなければ芸能人でもないしそのチャンネル登録何十万人持ってる有名ビジネス系 YouTuber でもないですしそんなに数売れないですよでも売れないけれどもなんだろうなその分まあ買い手買う側としてはそれほど濃くあのサポートを受けられることができるのでまあそれが一つのメリットかなとは思いますけどねうん だからまあ、有名なところのオンラインサロン。まあ、数ある、数あるところは数があるんでね、その分価格は安くできるじゃないですか。うん。例えば、キングコング西野さんのオンラインサロンって1000円だと思うんですけども、7万人ぐらいいるのかなじゃあ、キングコング西野さんがマンツでね、7万人に一人一人対応はできないですよ。うん。だから、その、青白王子が、えー、ライブしてた時もね、コメント流れますからね。 コメント読み上げられないですよでも久保さんはコメント読み上げられるし。うん、だからまあドリアカでも教えてますけど僕はまあその会社規模でね僕のこのビジネスモデルっていうのは会社規模で年商100億目指すっていう規模感覚でやってないので個人が1人で自由に生きる分だけの収入つまりそんなに数はいらないってことですね。従業員も雇わない会社も大きくしない。 もう一人でこじんまりやっていく。であるならば、少数派で全然余裕で飯食っていけると。で、少数派に対してしっかりとサービスだったりとか、サポートを届けて、より濃くして、濃くするからこそ、高くするってことですね。だから料理もそうじゃないですか。料理も、なんかそのフレンチ料理とかね、もうなんか、もうこんなちっちゃいじゃないですか。<laughs> こんな <laughs>、なんかその、なんか、デカ盛りの定食屋とかね。 なんか安いけどうわあみたいなあるじゃないですかこんなうわあこんなボリュームでこの価格みたいなのありますけれどもうんまあそれはそれでいいと思うんですよねでも、まあ、料理の中ではこんなちっちゃいのでねめちゃ高いみたいなね <laughs> あるしねうんだから少数派量がそのまあ料理で言うならば量は小さくても高いみたいなねだそういう付加価値が作れる、うん、少数派だからこそ作れる なぜならば、先ほど言った通り、時間があるってことですね。久保さんとのやり取りもできる理由は、時間がなかったらできないですよ、こんなやり取り。暇じゃなかったらできないですよ。で、暇じゃないと、サポートも、あの、酷はできないですよ。だって、暇、暇だから逆に、あの、なんだろうな。こう、回答を、ちゃん、ちゃんとしてあげようというか、何すかね。 なな、んだろうな仕事に追われてたら仕事が雑になるじゃないですか仕事にめちゃめちゃ追われてるけれども全部仕事が丁寧にすることって結構難しいと思うんですよねどうですかねあの残業に追われに追われて睡眠,も睡眠不足でねでもこんな朦朧としてる中全部丁寧にマメにできますか絶対ミスも出ますよ僕睡眠時間8時間ぐらい毎日とってますけど ね、昔は寝ずにやってましたけど <laughs> もう今はねあのすこぶる健康ですね睡眠もちゃんとしてるし朝早くまあ早く早寝早起きですね <laughs> 早寝早起きで早寝早起きめちゃめちゃいいなっていうね昔はそのネットビジネスは夜型だーみたいな思ってたんですけど早寝早起きってやっぱ自然の原理原則ですね日が昇ったら起きる日が沈んだら寝る <laughs> まあ自然に逆らうことなく自然にナチュラルに生きるっていうのがいいと思いますね。うん、だまあ僕もその数売れないんで、まあ売れないから売り上げのボリュームもアッパーはありますよ。アッパーはあるんだけども、まあそのアッパーで十分飯食えるし、あの、十分かなっていうところですね。だからやっぱね、上を目指さなくなったのが楽ですね。本当とに。だから会社で働いてるときは、まあどれだけ売り上げ作っても結局また あのー、売上目標はどんどん上がっていくので、上限ないんですよね。うーん。だからそれがね、まあ僕はもう上限設定してるので、まあやることをやるだけなんで、うん。非常に楽ですね、今は。うん。本当か、会社をね、大きくするっていう、まあ、もし会社をね、起業して会社を大きくして上場させたいっていう人が、人であるならば、ドリームアカデミアは向いてないですけども、 自分でこう一人で飯食っていく分しっかり稼いでで自由な時間も担保する自由な時間も担保するっていうことは少人数制に打っていくっていうことですよねなぜならばあのサポートね先ほども言いましたけど何万人とか何百万人いたら一日それで終わっちゃいますから自分の人生というか自分の人生じゃないですよねそれは。 24時間寝ずにお客さんの対応をずっとしてるみたいな。それで生涯を終えるっていう、結構しんどい人ね、それは <laughs>。まあ一時期はね、ちょっと一時期のインターバルはちょっとそういうことも必要っちゃ必要なんですけどね。久保さんも一番最初やってましたから。まあ僕もやってましたけどね。一時期は必要ですよ。まあそういうのも。ただし、 まあ徐々にそれは慣れていって、やり方とか分かってたりとか、まあ、あとはコンテンツだったり、あ、まあ、信用ですよね。お客さんとの信用が増えれば増えるほど、まあ、商品は売りやすくなりますから。だから、セールスとかもそんなにしなくてもよくなるので。うんだから昔は僕、メルマガしっかり書いて、メルマガでガンガンやってましたけど、今もう、まあ、動画ばっかやってるので、もうメルマガなんか書く時間ほとんどないんですよ。ただ、案内するときだけメルマガ書くみたいな感じで。 メルマガ書く時間がもうなくなりましたね。うん、でも昔はやってましたけど。うん、だどんどんやればやるほど、まあ、信用もたまるし、スキルもアップするし、どんどん楽になるかなってところですね、うんそう。豆ね。豆にできる、できないの前提条件として暇であるかっていうのがね、本当大事だと思います。 やっぱ仕事に追われてたらミス出ますよ。睡眠不足だったらミス出るし。うん。そう。だ豆にできる環境にするってすげえ大,大事ですね。豆に、豆にこうできる環境にすればするほど、なんだ、豆、豆食べてもらえるっていうか <laughs>、美味しい豆を食べてもらえるっていうね。 いってらっしゃい。